もし私が自分の世界を持っているとしたら、すべては馬鹿げているわ。ありのままのものなど何もない。だってすべてありのままじゃないから。アリスが不思議の国へ旅立つ前に言った言葉、覚えてますか？しかしこのナマコ、いかにも不思議の国からやってきたかのような風貌をしていますよね。私たちに馴染み深いナマコ、水中にいる何やらゴツゴツしたキュウリのような見てくれをしています。ちなみに植物学者たちに言わせればキュウリはフルーツなんだそうですよ。もちろんキュウリに似てはいてもナマコはフルーツではありません。手も足もなく目もないこの生き物、その分といってはなんですが、ナマコの内臓は変わっており、口と肛門を一つずつ持ちます。その種類は1000を超え、色や大きさ、形は様々ではあるものの、その体型はどれも似通っています。内臓を吐き出してそれを再生させたり、夏を仮死状態で乗り切ることができる不思議な生き物。生まれたばかりのナマコも、体を真っ二つにされても死ぬことはありません。ナマコは死ぬ瞬間、己の体を痕跡なく溶かしてしまう化学物質を放出します。何世紀にもわたってこのナマコはアジア圏で珍味として重宝されてきました。そのお値段は高く、地域によっては金持ちしか口にすることができないほど。今では干しナマコが高級な箱に入れられ、贈答や縁起物として活用されることもあるようです。ナマコの形状が珍しければ珍しいほど、そのお値段も高くなるんですって。最も高品質と言われているのがイボの多い日本産のナマコ、数キロでお値段なんと3500ベードルに上ります。その一方で最も値段が高いナマコはまた別のもの、非常に珍しいアルビノのナマコが存在します。 200g のお値段は1万6000ベードル、同じ重さの金よりもずっとお高い値段となります。そう、なんと金よりも高いんです。純白のナマコは突然変異の結果生まれます。アルビノのナマコの発生率は20万分の1。またこの特徴は直接の子供には遺伝しません。とはいえこの白い体色のナマコは若いうちに捕食されることが多いため、遺伝しないのは幸運とも言えるでしょう。白い皮膚の色が十分な擬態にならないんです。白いナマコが病の薬になると信じる人々もおり、その人たちによれば特定のがんも立ちどころに治してしまうのだとか。オンラインでナマコを注文する場合、その価格は1食分で150ベードルになります。価格が高騰している理由はその見た目や味ではなく、その皮膚に含まれるフコシルカ・グルコサミノグリカン、この成分は関節炎の治療や血栓の防止に有効な成分です。このため捕獲されている70種のうち7種が絶滅危惧種に認定されることとなり、価格の高騰をさらに招いています。それにしてもナマコは不思議な生き物でも、その他にも一見すると生き物に見えない擬態の達人がこの世界にはたくさんいます。そのような生き物を見ていくとしましょう。花カマキリ。ただ見ただけでは全くもって美しい花にしか見えません。しかしこの花が突然ハエを捕らえむしゃむしゃ食べ始めた時、それが花ではないことに気づくことになるでしょう。この花は食虫植物ではなく劣気とした昆虫。美しい蘭にも似た擬態は人の目にとっても花とそれとを見分けるのが難しいくらいです。昆虫学者たちはこの擬態には2つの目的があると見ています。一つは捕食者から隠れるため、そしてもう一つは花を目当てにやってきた獲物を罠にかけるため。七節。歩く木の枝に見える虫を私たちは七節と呼んでいますね。全くもって小枝にしか見えないこの虫、拾えば突然あなたの手からそそくさと逃げて、あなたを驚かせることでしょう。逃げるこの虫を捕まえようとすると、捕まった足を捨てて逃げていってしまいます。
七不思議は接続の弱い関節から足を外すためだけについている筋肉があります。足を失った七不思議は若ければ脱皮の際に再び新たな足を手に入れます。また成虫になった七不思議でも失った足を取り戻すためだけに脱皮を行う場合もあるようです。最も興味深い点はこの七不思議が脱皮した皮をタンパク源として食べること。自分の身から剥がれた皮膚を食べることで自分がその場にいた痕跡を消すことにもつながります。また七不思議は食べられることを避けるために死んだふりをすることも得意。恐怖を感じると地面に落下しじっとします。すると七不思議はネズミや鳥といった捕食者の目には映らなくなってしまうんです。海綿。進化したり成長したりする生き物というよりはご自宅のお掃除に使えそうなこの姿でも見た目に騙されてはいけません。海綿はちゃんと生きているんです。内臓はありませんが肝のネットワークを通して体中に水を行き渡らせています。そして海水から餌になる成分を吸収します。何らかの異変で海綿の細胞がバラバラになってしまうことがあってもそれらは再び集まって新たな海綿となることができます。タコの枕。これらはつまりとても平たいウニの仲間。白い円盤状の姿でビーチのお土産物としてよく売られていますね。生きた姿のタコの枕は紫色で小さなトゲを持っています。このトゲを使ってカニの幼生やプランクトンといった獲物を捕らえ口まで運びます。タコの枕が幸運なのは食べられる部位がないこと。捕食者のほとんどからも見向きをされません。ヒトデやヌマガレイ、オーシャンパウトといった限られた種のみがこの生き物を餌としています。ちなみにこのタコの枕、ナマコにとっても近い仲間なんだそうですよ。ハーキリギリス。様々な別名を持つこの虫ですがハーキリギリスは前肢をこすり合わせて出す歌声で互いとのコミュニケーションをとります。それ以上にすごいのがその擬態の力。一見すると本当にただの青い葉っぱにしか見えません。また葉っぱによく見られる虫食い穴や枯れといった細かいディティールも再現する力を持っていますと思いきや中にはピンクや黄色のファンキーなキリギリスもいるのだとか。この虫は大きいことでは知られていませんが中には12センチメートルにも達するものもいるんだそうですよ。紫シャチホコ。ユーロピアメティクロディナの学名を持つこの虫は枯れて乾いて丸まった茶色い葉っぱにしか見えません。その翼幅は15センチメートルと大きく、その趣味は枯葉の真似をすること。何者かにちょっかいを出されたこの蛾は本物の枯葉のように地面に落ちていきます。よくよく見れば葉脈にも似た筋を見ることもできるでしょう。またギザギザした輪郭もまた葉っぱっぽさを演出しています。ガラパゴスハオリムシ。この虫、雨上がりの地面で干からびているようなものとはちょっと見た目が違います。というよりもその色鮮やかさは美しさすらあるでしょう。水中蚊にも似た姿をしているこの生き物、体内のバクテリアの力を借りて栄養分を摂取しています。このバクテリアの助けなしには彼らは水中から栄養を取ることができません。彼らは幼生の頃には胃を持っており、その時期に胃を使ってバクテリアを集め後々の栄養システムを構築します。その後は殻を形成し二度と何かを口にすることはありません。皆さんはどの生物の擬態が面白いと思いましたか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。